今回こちらの試合の様子をですね、解説付きで見ていきたいなというふうに思うんですけれども、今回、県ディスクゴルフ協会の中田誠一郎さんの方にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回、まず決勝ラウンドをご覧いただく前に、予選ラウンドの、最終の予選ラウンドの方からちょっとどんな流れで、試合が行われていくのかというところも見ていただきながら、解説いただきたいなというふうに思うんですけれども、まずこちら予選ラウンドですね、今回は、注目選手の一人でもあります、菊池哲也選手が出て、全日本元、ね、全日本チャンプでもあります菊池哲也選手が出ている、40歳以上のこのカテゴリーのところで、ご覧いただきながら、どんな流れで進んでいくかというところもちょっと皆さんに見ていただきたいなというふうに思っております。ということで、予選がね、この着々と映像が流れているわけなんですけれども、すごい雨ですね。そうですね、すごくこの日は朝から雨になりまして、まあ選手大変だったなと思いますね。はい、やっぱり雨になるとこうディスクゴルフっていうのはちょっと影響あったりとか。そうですね、ディスクが濡れちゃうとやっぱ滑ってしまうので、うんうん、いかに選手はそのディスクを濡れないように、直前まで濡れないように、投げるのがすごく難しい、そんなシーンになってますね。やはり滑っちゃうとすごく難しく、まあ、自分の思った通り投げれないので、すごく難しいなというふうに思いますね。まあ、でも選手ね、皆さんなんか雨でも笑顔でなんかプレーしてる感じがして、すごい印象いい感じですよね。はい、まあ、前の日がすごく暑かったので、うんうん、この日はちょうど雨降って気温も下がって、まあ、選手にとってみたら、まあ、まあ雨はちょっと多少投げにくいですけども、うんうん、まあ、気候的には温度的にはまあちょうど良かったのかなというふうに思いますね。はい、あ、惜しいですね。惜しいですね。でも苦笑いでしたね、今。はい、でもこれはもうナイスタッチと言っていいんじゃないですか、ね。はい、そうですね。ロングパットになります。この手前のリボンついてるのが10メートルのラインなので、それ以上あるということは、まあ、ロングパット的な形になりますね。はい、この刺してあるリボンっていうのが、いわゆるそのグリーンっていうんですか、ゴルフでいうとこのグリーンみたいな。はい、10メートル、まあ、ゴールから10メートルの、半径10メートルのラインがこのリボンになるので、それ以上ということは、はい。あ、菊池選手ですね。さすが、さすがですね。さすがですね。まあ、周りの人たちもこう笑顔で、答えていただいて、すごい印象的でしたね。ちょっと今外れましたね。やっぱりでも、やっぱこう、手先がってね、難しいですからね。まあ、まあ、雨が降ってるので、その微妙な、そのね、まあ、手離れというか、それが非常に微妙に感覚になってくるので、まあ、選手、難しいのかなというふうに思いますね。いや、でも笑顔が、言われます。本当に皆さんすごく、こういうね、ファンサービスがいいというか、はいはい、声援に応えている姿がすごく本当に印象的でした。ナイスティーショットですね。あ、曲がれ曲がれと、はいはい、よっしゃ。うまく曲がったようですかね。いや、結構こうみんなこうなんていうんですかね、鋭いまっすぐ、なかなかこれまっすぐ飛ばすとかって難しいですよね。そうですね、ディスク選択も皆さん多分まあ、人それぞれ違うとは思うんですが、今ディスク選択という話もあったんですけれども、はい、大体ディスクってどれぐらいの種類を。そうですね、皆さん大体この試合だと25枚ぐらい、キャディバッグの中に持ち歩いてるんじゃないかなというふうに思います。25枚ですか。はい、それはもういろんなそのパターンに合わせてというか、そのそうです、ね、合わせて、はいはい、シーンに合わせてということですか。はいはい、多分今のシーンですと、うん、まあ、ドライバーディスクと言われるものを持って、まあ、一番、まあ、薄い、まあ、ドライバー、まあ、ゴルフでいうところの、まあ、ドライバーみたいな、うんうん、そういうディスクを今皆さん投げるわけなんですけども。まあ、それにもいろいろ特徴があって、右に曲がりやすいディスクであったりとか、左に曲がりやすいディスクであったりとか、まあ、それを選手がそのシチュエーションに合わせて選択して投げると。へ、その曲がりやすいディスクなんていうのもあるんですね。そうですね。
面白い。まあ、それが風向きであったりとか、いろんな障害物であったりとか、そのいろんな条件がありますので、それを皆さん使い分けて投げると。まあ、ただ投げればいいってもんでもないと思う。そうですね。すごい、そんなたくさんのディスクを使い分けてやってらっしゃるんですね。でディスクにもまたいろんな製造するメーカーがまた違いますので、そのメーカーによっても特徴が違いますので。あ、それは例えば硬さだったり。そうですね、ちょっといろんな形状であったりとか、いろんな部分が違いますので。ディスク一つの奥深いですねこれ、はい。でも菊池選手やっぱスローイング綺麗ですね。そうですね。これもいい感じで伸びていきますね。あ、さあグリーンの上は OB なので、これは OB ですね。 あららら、なるほど、本来ですね、はい、ナイスオンってなるんですけどね、はいはいはい、ちょっとゴルフ場でやってる関係で、はい、グリーンを傷めないようにということで、ディスクゴルフの場合はグリーンの上は OB 扱いになります。なるほど。これまた皆さんね、ちょっと今回映像を見ていく皆さんもちょっとね覚えておくといいですね。あ、これはナイスタッチですね。ナイスタッチですね、はい。このスローイングというか、この投げ方も結構人それぞれですよね。なんかこう、そうですね、巻いて投げる人だったり、こう順手でというか、そうこういう形で投げる方もいらっしゃる、うん。まあ、この選手は結構フォアハンドを使っている、うん、選手ですね。お、近い。ナイスタッチです。結構やっぱそういうのを得て増えてというか、そのバックハンドだったりフォアハンドが得意だったりとか、ね、ハザード入ったのか。これハザード入るとどんな、バンカーは一応ハザードと言って、はいはい、まあ、ペナル、ワンペナで同じ、その静止した場所から投げるといったルールになります、ね。あ、なるほど、はい、あの一打罰則がついて、はい、でも投げる場所はその場所から、はいはい、その場所からと思いますね。こういったハザードを、まあ、今回いろいろ設定されてる、こういったバンカーと、あとはどういったハザード？バンカーがハザードですかね、はい、で OB はグリーン上とかいろいろな、はいはい、あのカートからの外の道は OB という OB と、まあ、ハザードで、まあ、区切られた、まあ、コースというふうになってますね、うんうん、なるほど。ナイスショット。結構投げづらいのかなっていうような印象もこう見ててね、受けたわけなんですけれども、やっぱ滑っちゃったり。そうですね。これはどうです。あ、フェアウェイですね、うん、ナイスですね、はい、いや皆さんこの集中力はすごいですよね、本当見てて。あ、結構刻みにこう行く戦い方も、そうですね、はい、
や結構この体の大きい選手でもっとパワー系でねこう飛ばしていくのかなと思って結構こう刻んでいったりとか、ね、なかなかバリエーションあって面白いですよね、はい、これもね意外とまあ、コントロールして投げてますね、うん、そんな感じがしました、はい これはもうやっぱり OB ですかね。 OB ですかね、まあ、クイーンのストーンは多分 OB だと思います、はい、いやこの高低差本当にありますね、うん、やっぱ距離感というのがすごい取りづらいんじゃないのかなって そうですね、意外とね、うんはいから曲がってくる、ね、あナイスタッチですね、すごい必ず右利きの人がバックハンドで投げると必ず最後は左側に、まあ、曲がってくるとああそういうもうディスクの特徴なんですかね、うん、ですからまあ少し それを計算して投げているということになりますねやっぱトップクラスの人はねもうそれを計算して投げてるんですよねなんかこう軽く投げてる感じに見えるんですけども実はすごい計算がされているという感じでしょうかそうですねあすごいこの距離決めましたね、うん、ナイスパットですねナイスパットですねやっぱりあれぐらいの距離ってやっぱ難しいですよね難しいですねナイス、はい、ナイスショットやっぱりこの距離でもね、うん、しっかり決めてきますね決めてきますね、うんこれ取るべきところをしっかり取っていくってやっぱプロの技なんだろうなというふうに感じます。ね、こういうところでまあ取りこぼしがないというかね、うん、そうですね、確実に決めていくっていうのがやっぱプロですね。さあ雨もだんだんね、止む要素が激しくなってきているわけなんですけれども。ね、コントロール難しいだろうなと思うんですけど綺麗にこの木と木の間を、抜けて投げるところ本当にさすがだなというふうに思うわけですお同じようなところにですねやっぱ狙って落ちますね落ちますね大体狙い方が一緒というかコース取りが一緒な感じですかねこれ中田さんならどう攻めますまあまあまあそうですねまっすぐ正面でしょうね正面攻めますか、ねまあ、木に当たらないようにはい、結構この攻め方も三者三様というかまあこういうコースあれですけれども本当にいろんな攻め方があるんだなと。そうですね。あ、ハザードですね。ハザード入りましたね。はい、あ、しっかり拭いてますね。まあいかに雨の日はこのタオルをたくさん持っているか持ってないかでちょっとだいぶ変わってきますね。あ、じゃあ結構たくさんタオルは持っていくもんですかこういう時は。持っていきますね。
そうですね。特にこういうちょっと寄せたりであるとか、こうパッティングの時なんかはどうしても繊細なコントロール必要になりますもんね。ああ、これはすごい。ナイスタッチです。皆さんやっぱり、まあ、当たり前ですけどね、寄せますね、ちゃんと。まあね、まあアプローチ、あ、もう難しいアプローチではないので。確実に決めてきます。菊池選手、結構ちょっと離れてるようにも見えるんですけど、どうでしょうか。ああ、決めてきます ね。笑顔で答えます。簡単に入れてますけどね。難しいですよね。難しいです。続いてにはもうファイナル、MPO のこの決勝戦ということで、いわゆるこの MPO、 性別年齢に制限のないカテゴリーということで、この予選スコアちょっと見ていただきたいんですけども、ここまでのところ、このジェレミー・コーリング選手がもう圧倒的にスコアしていると。そうですね、やはりすごいですね。すごいですよね。やっぱ2016年全米選手権チャンピオンですからね。さすがですね。いや本当にこのまま行くのか、それを阻止するのかっていうところがちょっと注目の決勝戦という形になると思うんですけど、ね、ちょっとね、まあ、スコア的に差は開いてますけどね、はい、なんとか皆さんいいスローをお願いしたいなというのもありますね。ということで、このティーショットっていうんですかね、この行きながらちょっと選手についてちらっと教えていただきたいなというふうに思うんですけれども、まずはこちら、コーリング選手から、はい、身長はね、身長が199センチあって、すごく大柄な選手ですごい飛距離があります。いやこれ見ればもう一目瞭然ですね、はいはい、伸びる。そうですね、ここパー4の215メートルなんですけども、ほとんど来てますから、まあ、下っているとはいえ、そうですね、200メートル近くは飛んでますね。はい、こちらは、もう梶山学選手、まあ、日本の第一人者ですね、はい、福岡県出身です。あ、福岡県、はい、この選手はどんな特徴が、まあ、ちょっと小柄なんですけども、やっぱり飛距離は日本ではダントツの選手ですね。あ、じゃあ結構パワーヒッターというか、はい、パワープレイヤーって感じですね、はい、結構飛んでますよね。いや、飛ばしますよね、はい、結構距離いってると思います、はい、さあ3人目ですね。あ、ジャッキー・チェン選手ですね。ジャッキー・チェン選手、はい、もう最近本当に力をつけてきた選手で、はい、出身はどちらの。台湾ですね。台湾の選手ですか、はい、はどんなプレイヤーですか。ここも、まあ、梶山君と同じような感じで、ちょっとね、小柄、あんまり大きくはないんですけども、あ、まあ、ちょっと今 OB でしたけどね。OB 出ちゃいましたね。OB でしたけど、まあ、でも距離は伸びてましたね、はいはい、あ、もう中学生からも拍手が送られてます。オコナー選手ですね、はい、まあ、お母さんが日本人ということで、まあ、アメリカ人なんですけども、うん、まあ、お母さんが日本人ということで、すごく、まあ、日本的な顔もちょっと持っていて、すごくナイスガイで、はい、ハンサムですよね、はいはい、この先生も結構飛びますよね、まあ、ですし、はい、コース取りもすごいいいなというふうに言っております。イケメンですよね。イケメンですよね。いや、もうそうやってね、中学生たくさんの方が、ね、中学生の子供、はいはい、子供たちもこう見に来てくれました、はい、さあ決勝戦、まずはジャッキー選手のセカンドショットになるでしょうか。あ、 OB ですね、さっきの、ね、はい、OB 後のショットになります。あ、木に当たっていい位置に来ましたかね。来ましたね。いや、先ほどの予選と打って変わって、この天気がね、ガラッと。そうですね、晴れましたね。嘘のような天気になりましたね。いや、さすがもう決勝にね、ふさわしい、持ってる。そうです。そんな感じに見られます。あ、これどうですか。まあ、俺ね、OB ですかね。あ、OB ですか。やっぱり今のこういうカートラインというか、ああいうラインのところも、ちょっと OB ラインになっちゃうんですかね。結構このディスクゴルフのコースっていう印象的にちょっと狭いというか、そうですね、ゴルフに関して狭い印象が、はいはいはい、
で、そこをね、かいくぐってこうやっていくとなかなか難しいんだろうなというふうに思います。いや、攻め方も難しそうですね、うん、前の木がねちょっと邪魔になってるみたいですね、はい、悩んでる気がしますが、あ、柔らかいタッチでうまいですよ、やっぱり。いやー、ナイスタッチですね、これは。いや、繊細なプレーもできるぞと、ね、パワーだけじゃないぞというところを見せて、はい、あ、でも木に当たってこの位置と、はいはい、梶山選手ですね、はい、梶山選手、このいわゆるパッティングとかこう寄せについてはどうですか。いや、うまいですよ、本当に、はい、惜しい、あ、惜しかったですね。いや、入るかと思いましたけどね、はい、惜しかったです。ナイスタッチですね、はい、攻めに行きましたね。コースを決めて、おー、ナイス、決めましたね。ナイスパーです、オコナー選手、はい、ナイスパーです。いや、まだね1ホール目ですけど、なんかこうプロの技を見てる感じがします、本当に、ね、ギャラリーもたくさん、ね、うん、そうですね、増えてきてますね、はいはい、いますしね、まあ、選手気持ちいいんじゃないかな、はい、コーリング選手はナイスバーディーとなります。さすがですね、もうどん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 点差離していくぞという感じでしょうか。はい、前選手は、ボギーとなります。ね、ちょっと OB が、ね、ね、ありましたからね。梶山君もちょっと、まあ、OB がありましたので、はい、響きましてボギーという形でホールアウトします、はい、ファイナルラウンドの2コース目は、104メートルのパー3のコースになります。丸岡城コースの、ホール2という形になっております。そうですね、ちょっとショートのコースというか、そうね、まあ、中間ぐらいのコースですかね、はい、手前に木がありますので、まあ、それをまあ皆さん左側から抜いていくようなそんな攻め方ですかね。はい、コーリー選手もだから、サイドスローで投げてますね。すごい。すごいスキップですね。こう今もう完全にね落ちるかと思いきや、このホップさせてというか、こういう攻め方そうですね、なるべく低く投げて、ね、跳ねさせて、そう、スキップさせて狙っていくるという。いや、もうこの辺はさすがにもうね、世界のトッププレイヤーだなっていう、はいはいはい、オコナー選手はこれバックハンドで投げましたけども、アンハイザースローって言ってディスクをかなり傾けてちょっと投げ方をしてるみたいな、はい、まあ、惜しくもちょっとサンドトラップに入ってしまったかなというんですけど、すごい攻めた、はいはい、投げ方でしたね。梶山君もここはサイドスローで左側から抜いていくような感じですね、はい、もう投げ方もこう分けてというか、はいはい、すごいですね。あ、駆け上がって、あ、ナイスタッチですね。いい位置つけましたね、ナイスですね。ジャッキー選手もおそらくサイドスローで投げていく。さあ、どうでしょう。ああ、でもちょっとこう、はい、曲がりきれなかったみたいですね。はい。皆さんでもこの点差関係なくこう攻めてくる感じがものすごくいいですね。はい、やはりちょっとね、観客もやっぱね、ギャラリーもやっぱたくさんいますから、やっぱいいとこを見せたいという部分はあるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、いや、すごい、本当にあのファンのためにこう一生懸命やっていただいているっていうところがすごい見れて、はい、ナイス、さすが、来ましたね、連続バーディーですね、はい、ナイスバーディーです、ね、容赦しないぞと。はい、出てきました、ナイスパーです。結構安定感ある、そうですね、はい、そうですね、プレーを1ホール目2ホール目と見せてくれてますね。梶山選手はナイスバーディーですね。はい、先生ちょっとね、ボギーというボギーありましたもんね。そうですね、ファイナルラウンドは3コース目です。95メートルのショートコースでパー3となっております。丸岡城のホール12になってますね、はい、
ちょっとすごいショートコースですね。どう攻めるか。まあ、間にはちょっと池が池見がありえまするけどコーね。スですまあでも、まあ、ね。距離的には全然問題ないコースかなとは思いますね。まあ、意に介してない感じはしますね。はい、ナイスタッチだと思います。もう池恐れてないですそうね。ですね。まあ、右側が結構こういう、ね、囲まれているので、どちらかというと左側から攻めるみたいな形になりますね。どちらかというとみんなサイドスローで投げる投げ方になるかと思います。いいとこついいけとこたですね。ね。ああ、いいところつけてますね。さすがです。いや、本当やっぱトッププレイヤーの皆さんって本当にすごいですね。こうやって見ると、改めて。オコナー選手はバックハンドですね。お、右側から狙ってきますね。ああ、ナイスですね。いいとこつけました。よっぽど自信があるんですね、バック ハンバックドハンに。ドに そうですね、他の3人の方、このフォアハンドからのサイドそうで投すげね、でそうですすね。ね。左側がやはり大きく空いているので、どうしても左側から攻めると。見せジャッキー選手、ちょっと OB が続いてますよ続いてね。ますちょっとね、ね。まあ、ついてないというか。セーフですね。セーフですね。惜しいですね。惜しいですね。いや、悔しがってますね。岡田選手、ちょっと悔しそうでした。さあ、梶山選手の2投目です。ナイスではすい、決めますね。ナイスバーディーです。ね。ね、こういう短いやはりホールはやはり確実にね、バーディーって、まあね、本当は狙いたいところですね。ちょっとチェン選手、あれですね。このコース、ちょっとはまってしまってるというか。そうですね、ちょっとね。さあ、コーリム選コーリム、手は、さあ、もさう、すがですわ、3連これ。続バーディーという形でもう、もう手がつけられませんね。もうノーバディストップミーというような状態でしょうか。ああ、ダブルボギーですか。ちょっと痛いですね。痛いですね。なんとかね、ここ取り戻して、次、まだ残り3ホールですか、ありますんでね、どう挽回するかですね。はい、ファイナルラウンドの4コース目です。こちらも98メートルのショートコースでパー3となってます。丸岡城のホール16というコースでございます。これはね、ゴール周りに池があるので、そこにね、入れないように投げるかですね。いやー、でもナ攻めイまスですすね。ね。池見えてるんですかね、こういう選手たちって。いや、どうななんでかすなかかね。投げれませんね。やっぱちょっとショートで刻みたくなっちゃいますよね。怖い。この池はたくさん池に皆さん投げてましたからね。そ うですか。ここも、すごい。こうれはわ、すナごイい。スですうわ、ね。これはナイスタッチですとか、もうナイスショットですね。ベタピンってやつですね。いや、これはすごい。さすがの技を梶山さん見せてくれます。ナイスショットですナイね。スショットでした。さあ、オコナー選手です。さあ、攻めに行きました。どうでしょうか。OB ですか。OB。 いや、攻めに行きましたけどね。あそうのです直前ね。の梶山選手のあれ見ると、やっぱね、攻めたくなりますよね。さあ、ジャッキー選手です。脇に当当たたりまりしたましね。たが、これはセーフですかセーね。フですね。セーフ扱いです。オコナー選手ですかね。そうですね。ナイスタッチです。さすがにね、一回こう OB になっても、その後のリカバリーが皆さんやっぱり上手ですよね。
これもいい位置でつけたんでしょうか。さあ、コーリング選手2投目ですね。はい、決めてきますね。さすがですね。もう見てて安定感が違いますよね。勝つの難しいですね、これね。こうやって見てると。外してくれない、あ、もう笑顔が、ねね、はい、梶山選手の笑顔で対応されて、何気ないプレーに見えますけど、相当すごいですよ、やってることは。本当そう思います。ジャッキー選手がパーで、オコナ選手はボギーという形になりました。バーディー、ナイスバーディー、ね、ここでも梶山選手の、ね、ミラクルショット光ったところではないでしょうか。続いてファイナルラウンドの5コース目です。172メートルのパー4、丸岡城コースのホール17となっております。ここはね、でも距離もありますし、多少登ってるのかな、ちょっと難しいですよ。めちゃめちゃ伸びますね。はい、これは S 字回って伸ばしてるので相当距離伸びてますね。いやー、すごい。こんな伸びるもんですか。そうですね。S 字を書いて、はい、投げる投げ方がすごくディスクが伸びていく投げ方なので、ちょうど今 S 字を書いてね、すごい、まあ、距離を稼いだ投げ方じゃないかなと思いますね。そう、狙ってできるもんなんですか。まあ、あのクラスだとできますね。あ、すごい。梶山くんもこれはローラーですかね。転がして、転がしてますね。はいはいはい、こういう、距離の伸ばし方もこのディスゴルフは全然、はいはい、もう戦略としてありますね。このローラーも結構距離が稼げるので、はい、うまくはまれば、まあ、すごくいいところにつくと。いや、そうですね。なんかランで稼いでる感じがします。さあ、ジャッキー選手はどういう選択でいくんでしょうかね。ここも、まあ、これはあれかな、一緒ですね。梶山君と同じような何かですね。ローラーですね。転がりますね。はい、すごい。あ、もうコロ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 。なるほど。こういう、はい、こうやっぱその最適な、そうですね、投げ方というか、はいはいはい、攻め方っていうのをそれぞれの選手がね考えながら投げてる感じしますね。そうですね。さあ、オコナー選手はどんな投げ方でいくんでしょうか。まっすぐ、ね、すぐ行ってましたね。これはどうかな、うん、ちょっと林の中ですけども、まあ、セーフはセーフですね。セーフゾーンですか、はい、はい。ここでも徹底してバックハンドですね、小倉選手 ね、うん、ね、はい、やっぱ自信をすごい持ってる感じがいたします。さあ、ゴールがね、木の中というところで、ちょっと高いですね、あのゴールの高低差があるんで、ね、はいはい、ちょっと投げづらそうな、ね、林の中に設定してありますから、ね、感じがしますね。あ、でも優しくなり、ちょっと今見づらいですね。わかりませんね。ジャッキー選手どうでしょうか。ちょっと攻めていきたいですね。うん、本当にこのゴールが林の中でなかなか面白いコースですね、これ、はい、でギャラリーも一緒にこう上がってくる、はい、そうですね。ナイスバーディーです。オコナー選手、ナイスですね。はい、ナイスバディです。梶山選手もナイスバーディー で、ね、コーリング選手もバーディー、ね、もう全員バーディーですね。すごいですね。いや、結構高低差って難しいコースかなと思うんですけどね。さあ、これでファイナルラウンドの6コース目、最終コースですかね。そうですね。121メートルのパー3コースとなります。はいはい、丸岡城のホール18というコースになっています。これ、はい、結構あの距離があるというか、
これは手前の松の木の右側を通過しないといけないっていう、そういったルールが、はい、コース設定になってますね。まっすぐじゃった、はい、あ、ありますね、はい、マンダトリーっていう、マンダトリーっていうんですけど、これは場合は、この松の木の右側を必ず通すようにというような、そういう、まあ、ルールといいますか。これディスクゴルフでは結構そのマンダトリーっていうのはあるんですか？ありますね、はい、左の方が本当は空いてるんですけども、わざと右側を通すような、そんな設定と。ああ、ちょっと風間先生、ちょっとね、ちょっと今、木に当たってしまったのでね、ちょっと風にもちょっと転がって、OB になってって、なっちゃいましたね。なっちゃいましたね。わざわざこの難しいところを取らせるという。はいはいはい、まあ、それもまた面白さなんでしょうけどね、はい、ディスクゴルフの。さあ、ジャッキー選手、どのように滑るでしょうか。ジャッキーはまたちょっと、はい、違う攻め方しましたよね。そうですね、上から、はい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 、かなりちょっと上の方から、はいはい、もうめちゃめちゃ飛距離を出てますね。出ましたね、はいはい、この、ま、巻いていくのって難しいですよね。そうですねまあこのトップクラスの人だからまあできるんでしょうけど、あ、ちょっと気に当たってましたね。当たりましたかね、はい、当たっちゃったよみたいな感じの今表情が見られましたが、でまたこれも高低差がある、高さのあるゴールで投げづらそうな、そうですね、結構下からですね。さあ、とはいえここまで、ナイスですねナイスナイスリカバリーですね。本当ですね。オコナ選手ですかね、はい、もうしっかり近づけてきますね、はいはい、あ、コーリング選手松の木隠れてた、はい、コーリング選手もしっかり近づけてくると、はい、ジャッキー選手決めたいですね、ここはしっかり。そうですね、結構距離はありますが決めたい。どうでしょう。決まりましたね、ナイスバーディーです。もう観客のね、ここね、もう一番の盛り上がりだったので、はい、声がガンと上がりましたからね。今のパットは20メートルぐらいはあったと思うのでいやすごいナイスパットですね。本人もやっと笑顔出ましたね。笑顔出ましたね。最後にして笑顔が出ました。そして安定にね、オコナー選手はパー、はい、ナイスパーです。梶山選手は帯がありましたね、ボギーでホールアウト。さあ最後有終の美をね、コーリング選手がきっちりとパーで飾りまして、いい優勝ですね。はい、MPO このカテゴリーでの優勝と。さすがですね。いや、終始この第一ホール目からというか最初からもずっとこの独走を続けるというか、もうずっと安定してましたよね。崩れなかったですね、はい、いや、もう他の選手とこうやって抱擁ね、ありがとうございました、はい、こちらが MPO の最終スコアというになります、ジェレミー・コーリング選手がマイナス37、梶山選手が20マイナス21、ジャッキー選手がマイナス11、オコナー選手がマイナス11という形でコーリング選手の優勝という形になりました。さすがですね。他の皆さんもね、全然最後まで諦めずにというか、すごい攻めのプレーを見せていただいたので、ね、はい、やはりトップ4の、ね、プレーはやっぱ違いますよね。と本当にそういう感じました。
60. Congratulations to Crazy John Brooks. Thank you from the bottom of my heart and the top of my soul. I love Japan and I love the disc golf future in Japan. Thank you very much. Domo arigatou gozaimashita. Our next division, the MP50. In first place, from the United States, Jeff Pannin! Congratulations! My buddy Sammy, we have been planning this for years. I know that COVID got in the way of us doing this a year or so ago. And it's amazing to see all of you and to be a part of this and seeing people from so many different countries here coming together and enjoying the game of disc golf. It was really amazing. To everybody at Sakai City, the Fukui Country Club, thank you so much for being gracious hosts. This is a beautiful place. Amazing. Shimbo-san, you and your staff, arigato. Thank you so much. To my dear friend, Dave, my boss, my friend, I love you, and thank you for making the most amazing discs and allowing us to make magic out here on the golf course. Love you. Love you, Davey. Thank you. Sammy, love you. Beauty, love you. My caddy, you, bro. Duval, Doothy, love you, bro. Thanks for being there. Arigato. Love you, Wombat. Love you. And now, in first place in the FP50 division from the United States, Annie Crummell. Hello. Break it down. Thank you to Shimbo-san and all of your staff at Sakai City, we have a champion disc, and to this lovely country for hosting us. And now, we'd like to present our MP40 Japan Open champion from Japan, Tetsuya Kikuchi! まずは本当にジャパンオープンという歴史のある権威のある大会を、開いてくださいました堺市の皆様、本当に心より
感謝申し上げます。ありがとうございます。本当にこの酒井氏のサポートなくては、開けなかったジャパンオープンですので、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。そしていつも私を支えてくださる、イノバチャンピオンディスク、ありがとうございます。感謝いたします。私2002年にディスクゴルフを始めまして、2002年のジャパンオープンっていうのが本当に自分の中の、とてもデビューの大会だったんですね。でそこからジャパンオープンで優勝するということをずっと目標にやってきて、当時から日本人のチャンピオンというのが実は一人も出てなくて、そこで二十何年か時間を経て、自分がこうして日本人でチャンピオンになれたということ。最後の最後まで楽しいジャパンオープンでした。ありがとうございました。The Female Pro Open Division. Please welcome your champion from Taipei, Xiaohang Chen.First of all, thank you, Japan Open, all staff, thank you. Now Chinese. 第二，谢谢我们来自台湾的同伴们，在我最紧张的时候给我鼓励，谢谢。然后谢谢大陆朋友一直在支持我。然后 ，and then, I love Japan Open, thank you.And now, ladies and gentlemen, we will award our men's Pro Open champions. In first place, from the United States, please welcome Jeremy Colling. It has been a really long time since I've been up here. Not here, but we haven't done award ceremonies in a long time. And for a long time in my career, we got used to doing these in front of people. And it was easy when you did it often, and it's not so easy right now. To say this is a dream come true would shortchange how this feels. And this is tough. I really, really have wanted to come to Japan for a really long time. And to be here to experience this with all of you and to come away as a champion is actually a dream come true would be a lie. I didn't dream this far. You know, this to me is...This is a day I'll never forget. And I want to thank Innova, and I want to thank you, Sam, for encouraging us to come here. And I want to thank you, Dave, for making incredible discs. And I want to thank everyone that had anything to do with this, and my wife for caddying. Yeah. And yeah, Kozo, it is such a pleasure to get to meet you and see what you've done with Japan Disc Golf. And I want to thank the competitors I played with. It was
one of the most fun weeks of my life. This is the most beautiful course I've ever played. Thank you. Thank you for your hard work in the rain. Sakai 市長の池田です。一言ご挨拶申し上げます。選手の皆さんには3 days 3日間力の限りを尽くしてプレーをしてこられましたこと敬意を表します。優勝者のことは言うまでもありませんが、入賞者された方には心よりお祝い申し上げます。そして参加された全ての皆様、この大会がいつまでもいい思い出になるように心に残ることを願っております。大成功のうちに大会を終われたことを本当に感謝を申し上げます。ティーショットのダイナミックさ、パットの繊細さ、そして、改めてディスクゴルフの競技の奥深さや素晴らしさを本当に感じたところでございます。この大会は堺市で、この堺市で開催する初めての国際大会です。ディスクゴルフの競技だけでなくて堺市の伝統文化にも触れていただいたり地域の方々と交流を持っていただく、これまでにない新しい新たなディスクゴルフの大会となりました。明日は堺市三国祭りにぜひご参加いただきまして楽しんでいただきたいと思います。またこの堺市での体験や思い出をぜひ皆さんの SNS で発信していただきたいと思います。最後にこの大会の開催にあたりご尽力いただきましたすべての皆様に改めて感謝申し上げますとともにこの堺市がディスクゴルフのメッカディスクゴルフの聖地になりますように我々も頑張ってまいります。そして世界各国でこの競技が広く発展することを記念いたしまして私の挨拶といたします。本当にありがとうございました。I can't really describe my emotions. This is a dream come true and then some. Everything around me is beautiful and I'm having one of the best days of my life. The way that I played this weekend was better than I expected. I feel really good about every round that I played. I gave it my best every round and I left nothing on the course. So I feel really happy about the way I played. It has been top notch.Everywhere we've gone, everyone has been smiling. Everyone has been so hospitable. The hosts, the sponsors of the event, the course, the staff, everyone has been so welcoming. Everyone has been so kind. The food has been delicious, oishi. And the course was beautiful. Everything was top notch.まあ、優勝の感想という意味では本当に、2002年からこのジャパンオープンというのはずっと私2002年からディスクゴルフを始めてそこから日本人のチャンピオンというのが一人も出てないかったんですね。でその中で二十何年間の歴史という中で自分がこの日本人としてチャンピオンになれたというのが本当に誇りに思いますしこの伝統ある大会で勝てたというのが本当に嬉しいですね。本当に最後の最後まで楽しかったです。この環境でディスクゴルフがまずできるっていうことが本当にありがたいかったですし、まあ、今日は雨で昨日は本当にいい天気でそういう意味では両方経験できたっていうのもまたすごく自分の中では財産になりましたし本当にこの素晴らしい環境でディスクゴルフができるっていうことが本当に嬉しくて本当に最後まで終わらないでほしいなって思いながら、はい、プレーをしていました。もう本当に全てですよね。ここでディスクゴルフがまずできるっていうことでそれを誘致してくださった堺市ジャパンオープンっていう大会は本当にディスクゴルフの世界では本当に権威があって歴史のある大会でその大会をこうして堺市で開いていただいたっていうことがまず本当に素晴らしい感謝したいなって思うところとあとは終わった後のですね食べ物が美味しかったですね。私この月曜日からなんですけどこの
4日間5日間で一体何尾のエビを食べたんだっていうくらいエビを食べたりとかですね、本当に何を食べても美味しかったですし、本当にいつもあの福井の大会の時に毎回来させていただいてるんですけど、その時にも本当に何を食べようかっていうことがあの本当に楽しみにいつも来ているので、本当にホスピタリティも含め本当に素晴らしい大会でした。ありがとうございます。堺市ディスクゴルフジャパンオープンありがとうございます。本当に楽しい、5日間でした。ありがとうございました。また来ます。